はい、じゃあ続きやっていきます。前回まあいろいろあって、タワーの屋上まで行ったんですけれども、まあなんか、ここにね、仮面野郎が潜っていったのが見えたんで、まあそこからやっていく感じですね。ちなみにですね、こちら4ヶ月ぶりですね、動画てかプレイ自体が すいません、すいません。ここを通ったはずだ。そう、ここを取ったんですね。この魂は何だい？ん？これなんもないの？これに関してはノータッチかい？ちょっと待ってね。ああ、これか。向こうか。はいはいはい。ちょっとね、4ヶ月ぶりでね、プレイがマジで存在だから、ちょっとね、申し訳ない。とりあえず、幽霊吸収するわ。はいはいはい。頑張って、もう一回やり直して。そう、ちょっとね、あれなんですよ。いろいろ、あれ、ここで途切れてるの？マジでね、いろいろやりすぎてね、もう、全然、ガバガバ。なんならね、4月の大型アップデートの蜘蛛の糸に合わせてそのタイミングでクリアまでやっていこうとかって思ってたのにさ、もうね、今8月ですからね。8月になっちゃったよ、もう。だいぶ先行っちゃった。だいぶ時間経っちゃった。一括でね、もうまとめて、クリアまでできればいいんだけどね、もうそこまでね、集中力も持たなくなってきてるっていうか、長時間プレイができないぐらいね、体がもうね、衰えてきてるね。また痕跡が消えた。由々しこきの事まま態進むぞ。何かあるはずだ。です。いいの、これ。あ、ちょっと待って、待って、待って。ちょっと待ってくださいよ。これ待って、ちょっと待って、戦い方をね、もう忘れてる。あ、弾がなかったのか。え、何お前？風紀みたいなやつがいる。あ、てか待って、全然さ、俺、あれがないじゃん。なんだっけ？弾ねえじゃん。どうしたし？待って、それよくないな。あれ？そっち、近接攻撃って言ってたんだっけ？目の前に弾があるというのに。あ、Q だ。ちょ、待ってこないで。あれ、てか、でもあれがない。ん？待って。これなんか切り替えなきゃいけない感じ、もしかして。ああ、はいはい。R ね、R で帰る。はいはい、すいません。お待たせしました、お待たせしました。いっちゃえ、なんだお前、ドロップキックだと。なめ腐りやがったことしやがって。うおっ、危ねえ。こいつ死んだふりもできんのか。おい、おら、次はお前の。ミスった。傷がひどい。やばいな、久々すぎ、戦闘グダグダで。おお、どうした？ヘイヘイ。やべえな、マジで。ちょっとさ、4ヶ月ゲーム開くとこんなに下手くそになってんだな、ほんと。よくない。ここも演奏禁止かよ、何やで。あ、そういえば最近だからあれだよね、駅構内のピアノとかも禁止になったもんね。撤去されてきてるもんね。特に、俺、ピアノ弾けないから、あれなんだけど。ね。まあ、大変ですわな、ほんと。いろいろ すんげえ曖昧なコメントしか残せなかったけど。これはまだ大丈夫。すげえ。地下世界が広がってるぜ。これはあのボスキャラと戦うのかな？人めっはいちねえゃいが、る。化け物はいるみたいだな。ほんとマジめっちそんゃいなるところばっかりだな。肉体こそが君たちの漆黒なんだ。魂は常に肉体による。醜く歪められる。哀れにも、なんか喋っ理不尽にも、て魂が肉体の道連れとなり、その地位を貶められる必要などない。バレた。
れるわね。じゃあそこでなんか改札やってるやつもいるし。来いよ。おお、どうした？なんのか？ちょっと待って、鎌ばっか投げんじゃねえよお前。いやもうめっちゃ遠距離やろ。危ない。いったいったいった。もう一枚お前ら。いったいった。ちょっとなんかね、あれ変えたいね。できればもう戦いたくないな。ごめんね、めっちゃ戦おうかもしんないまだ。うわ見てた。さっきまで切符買ってたのに。大丈夫か？すぐ立てんのすごいね。いやマジで戦闘が下手になってる。すごい、こういう「カドミ」って書いてる。コナミ？コナミ？カドミ、すごいね。もうすげえ楽なんだけど。あ、彼岸地区だって。ちょっと懐かしいね、これ。懐かしいんだ。なんかこういうレトロゲーとかあるのかな、ね、これ。トリ。ターボ学生事件って。へぇ。サイドストーリー違うんだ。全部彼岸地区って書いてある。なんかね、作品なんだ。また同じのが出た。ガチャガチャだ。全部同じガチャガチャ。なにこれ。なんこんな売れんの。ラバーマスコットコレクションって書いてある。なんて書いてる。お守りって書いてある。お守りにって書いてるな、これ。すげえな。ついに神社もグッズ展開し始めたか。ここは、あ、みりんビールだって。みりんみりんビールにしてもな。よいしょ。いやー、よいしょ。あー、もう所持数、あー、これ所持数上限なのか。こっち食えばよかったな。これ、ないかな。いや、ねえな。そうか、取れないのか。あ、なんか、かがんでるね。見えそうで見えない。これはじゃあ特上。そう、ステルスキルができればね最高なんだけど。はいはい、傘おばさん。いや、なんかもう一人来てる。なんでそんな連続で来るの。さあ来いよ。おー、弱いな。しぶといわね。あ、いっちゃえ。そうか、お前そういうタイプか。よいしょ、来いよ。痛い。早く上がってこいよ。ヘイヘイヘイ。カウンター楽しい。相手の技を防いでこっちが攻める。攻めに転じるっていう、ね、あ、コンビニ、こんにちは。せっかく来てたんだから買ってほしいわね。まあ買いますよ。なんか今買うと肉球タッチのサービス。そのサービスはいらないかな。ああ、犬花のこっちに。それがあれば高いところまで飛べるはずだ。ああ、これか。1個だけ買っとくか。じゃあ福札持ってる。一応ちょっと買うか。これ全部3個単位なんだ。私のもまあいつかはいらんくなる。これを使えば高いところに一気に行けるんじゃないか。一気に行けるけれども、はいはい。ああすごい、上昇気流の待ち時間が一番辛いな。あ、悪かったね。ちょっと化粧中じゃない。
バレたけど、バレたけどいけたな。あ、すんねー。特になんかあるわけじゃないのかな、ここは。堂々と女子トイレ入ってるのかな、やばいんだけど。なんかどっかで、あ、ここか。多目的トイレか。あの人どこまでついてくるの、多目的トイレっていうワード自体がなんかあんまり最近なんか言いづらいやろ。あ、なんか消えてる。あ、怖い。刺さってる。なんだこりゃ。本当だよ。なんだこりゃ。花子さんの包丁。花子さん包丁持ってんだ。へえじゃねえんだけどさ、なんで包丁なんか持ってんの。どっから取り出してきたの、包丁。学校って、だって調理器具室、あの給食作ってるところぐらいじゃないの。包丁いちゃうの。怖くね。そんな。あ、この形はなんか千代田線みたいな形してんの、ね。まあ、ちょうど地下鉄だしね。渋谷線って書いてる。宇田川、霧ヶ丘方面。しかも快速って書いてるね。ちょっとあれだけ。こっち行くのかな、これ。また面接ダメだったから頑張れよ。面接に2、30社ぐらい落ちてるからね、一応。面接じゃねえよ、ごめん、書類選考だ。面接は10箇所ぐらい落ちてる。これって、妖怪寝つき、提灯お化け、下は健康のバロメーター。いやー、就職ねー。就職、転職大変だよな。なんかマジでこれ千代田線みたいな電車、渋谷線。よいしょ。これ絶対後からあの電車来るでしょ。まあ、一応両サイド通れるけれども、地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな、化け物退治の方だよ。これどっちも行き止まりなんですけど。あ、おにぎり。ね、これ。妙なものがあるな。なんかの首じゃん。犬神のミイラ。え、犬神家の、犬神家の一族ではないか。それはまた関係ないよね。犬神って出た瞬間に、だいたい犬神家の一族になっちゃう。こっちか。なんか。なんかあれだな。F でなんか必殺技的な感じになるのか。歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。ね。すごいね。え、ここ廃液とかなのかな。なんかね、地下鉄の駅とかもしくは廃液とかあったりするのかね。よいしょ。わ、古そうだね、いかにも。ここ、あ、こっちから上がれるんだと。ここも、はいはいはい。あ、こっちか。開ける。ここら辺も、あ、なんか水浸しになってる、ちょっと。なんかあそこに青い何かがあるね。ここボス、いや、さすがにボスバトルじゃないか。ね、これ。ファイル178、ある科学者が残した音声データ。娘について語られている。娘？その人の娘の音声 に関する話のデータもらっても なんかあんの？おお、すごい。おお、楽しそうなアトラクションね。あ、あ、見えねえか、さすがに。さすがに見えないな。これは下に行くべきなのか、上に行くべきなのか。なんかでも下も行きそうな。ああ、いや、あっちだね。これ上行けんの？上も一応なんかある。ちょっと一応上まで見てみるか。なんかそういうの。上限。あそこは敵が、雑魚敵がいるか、ボス敵がいるかのどっちかな。よいしょ。ああ、はいはいはい。
屋上まで来たけど特に何かあるわけではない。あ、でもこっちも行けるんだ。どっから行けば、今なんか波状攻撃みたいなのではない。どこ行けば、地下にこんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。そうだ、こっちだよね。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいてきたんだ。化け物そのものだ、ね、絶対これボス戦するようなところじゃん、こんなの。もう明らかにボス戦しますようじゃん、こんな静けさ。嵐の前の静けさですよ、これが。皆さん、じゃあさっきの仮面野郎がここで待ち構えているっつうことか。はいはいはい、いいでしょう。もう全部処理数上限だよ。とりあえず下行かずに上から直で来てくる。さあ姿を下ろせ、落下攻撃。かっこいい登場。まあ、でっけえ鳥だな。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。当たってなかった。警備員ってわけ。あいつが近い証拠だ。絞り上げて当たってる。みんなバトルフィールド作るんだ、まず。赤鬼。いやでも白髪だ、白鬼だ。お前も魔法使えるんかい。ちょっと待って、どうすんの。なんだよこれ。いいじゃねえか。冷静に。ちょ、なになになに。どうすんの。怖い。粋なことするね。いっちゃ。いっちゃ。ちょっと。めっちゃ必中すんだけど、なにこいつ。うわっ、構えが似ている。油断するな。あの化け物の動きがいいぞ。ちょいっちゃい。俺ひちょちダメージ食らうんですけど。なんだこれ。いやダメだよね、そうだよね。ガードブレイク攻撃、ガードブレイク上でもジャストガード。あ、はいはい、ありがとう。でもあれジャストガードしてなんかどうにかなんの。あ、いけたわ、いけたわ、はい、痛い。こうやってちまちまやることでいいのかな。とりあえずジャストガードしまくればいいですよ。痛い痛い痛い。あぶねえ。ジャスガディオさん、ジャスガディオさん、そうだな、診断だって。ちょっとちょっとやめなさい。めっちゃオーバー、めっちゃ来るじゃん。ちょっと近いって。なんやねんお前。うわ、戦ってんだよな、どういうこと。あぶね、よし、あぶね。あー、なるほど、そういうタイプ。なに、急に、なんだ。化け物がわめいてるんだ。あー、届かねー。ちょっと遅かった。あぶねえな、マジで。これでいいの。おお、おおじゃないけど、あれ動かなくなった。あ、終わった。あ、お前が変身してたんだ、あれ。
せやがって。まさか。なんだ、どうした。あいつ、どこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと。すげえ青白い。早くこてろ。もう完全に死人の肌の色してる。おい、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。あいつ俺の体を操り人形にしてやがった、何。ゲーケー倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。そんなゲロ吐くの。俺の体帰って。お兄ちゃん。あ、急に手が回った。また忘れてるでしょ。今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの。逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違うんだ。あの回想のシーンって本当に住んでたとこなのかな、あれ。あ、普通の人間に戻ったんじゃない、これ、もしかして。戻ったのか。剥がされた。自由じゃん、やった。じゃあなんで僕は生きて。あれでだとしたら、消えてる全部。力も経験もどうすればいい。マリをどう探せば。あそこなら。これもしかしてこの状態のまま。あ、KK の力がないから正面突破は難しいな。ですよね。霊力を用いた行動。ああ、はいはいはい、スイーティーショットは使えない。ああ、なるほどね。オッケーじゃないわ。どうすんのこれ。ちょっと帰るか。とりあえず。あ、そうじゃん。俺ステルスとか苦手なんだけど、どうしようかな、俺。もう普通に敵後ろにケツを追っかけてもらう形で俺もう走って逃げていいかな、普通に。スタミナの概念ないしょ、この辺。うわ、端っこにもちゃんといるじゃん。ちゃんと配置してんじゃん。ほらちょっと失礼するわ、よっと。これ壊せるのかな、これ。あ、これを壊せんだ。ああ、あれは、あの人いるの。待って、やばいやばい。ちょっとこっち見ないで、こっち見ないで。あれ赤になったら走って逃げるから。これ上、屋上に
ダッシュしちゃおう。間を取りに出ます。なんであの人倒したじゃん。そんな複数体いるの。ちょっと待って、ちょっとピンチ、拙者ピンチなんだけど、あれもでも別に背後からサイレントキルとかできないでしょ多分。一応ちょっとできるかやってみる。後ろから殺せたらいけるか。即上する力は持ってない一応。素晴らしい。あ、でも拾えない。即上できるけど拾えない。あの口先女ちゃんは来ないよね。真下にいる。これもしかして今まあいいよ。そうか、即上だけはできるのね。敵はいる？いなさそうだね。よいしょ。あ、一応でもこのオフだけは使えるのね。いやー急に変わったね。そうか、序盤でこういうのがあるんだ。てか今後もありそうだな。また拉致られそうだな。KK ヒロインかお前。ヒロインは妹だけじゃないんか。あっちに行きたいけど、あっちに行くのって、あ、でもこっちくらいでも行けるよね。ワンちゃん、一応助けますか。まだいるのか。なんとか切り抜けなきゃ。うまくやれた。よし。もう無言になっちゃうな。久々にこういうがっつり系やってるから、ちょっとね無言になっちまうな。てかね、実況自体もそもそも最近やってなかったから、ね。まだ。あ、よくない。よくない。それはよくない。あ、やばれた。閉めるわ。こっち来る。あ、閉じたら開けてこない。じゃあ、即上できるんじゃない。あだ。あらららら。あ、よかった。弾はやった。あれも即上したいけどね。いけた。オッケー。いやー、これできるだけでだいぶありがたいわ。これできなかったらもう普通に積むっていうか、もうめんどくさいんだけど。ただ積む。よかった。これで登るか。いやー、これとりあえず、これマンホールか。とりあえずじゃあそこまで行くか。外か。分かったか。あ、待って、ここは。ションは来たか。俺ここでも場所わかるぞ。あれだよね、確か。あ、そう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 。一回こっち切り、ここ切りで覆われてたんだよ、確か前は。ちょっととりあえず今までの形を。これはいける。まあ、これはそうか。特に何も使ってないからいけるのか。はい。これで時間ないんじゃね。てか、キキいないけど、これ一人でどうにかなる問題なんだ、これ。まあ、とりあえずちょっと行ってみてみよう。いやー、でもな、アビリティ何も使えないの普通にきついな。とりあえず。なんとか戻ってこれたな。オッケー。誰かいたりするかな。なんだ、誰だ。写真の
ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない？あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でも、どこに連れて行かれたかわからない。あなた、やっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？これ、彼に渡してくれる？大切なものだから。名を名乗らなかったな、あの人。これって誰？え、これまずこれ取りたいんだけど、リンコからのメモ。リンコか。あなたでも使えるものを用意した。手助けできるのはここまでよ。あとは自分の力で切り抜けて。よろしく。何これ。反毛人霊。マレビズの視線を遮る茂みを発生させ隠れることで見つからずに移動できる。あ、なるほど。これは。しばらくはステルス？これは見たね。あ、外出て。もうじゃあ隠れなきゃいけないのか、茂みってことは。女の人が言ってた。つながりって。はいはいはい。冗談だろ。冗談かどうかを見ないから。KK の足跡、痕跡王が今5メートルになってるよ。この先に KK がいる。僕らはまだつながっているんだ。僕の中に。KK の力がまだあるんだ。まあ、さっき即乗できたもん。即乗できたってことはまあいるみたいなもんですから。ちょっと待ってね。敵とかがまだいるんだよね。ギリギリまでやって。おけついただき。あのあれが取れないのはちょっと残念だけど。バレた。バレたけど逃げます。やっほー。こっち来てる。ちょっと敵がどっかよくわかんないけど、あれ。ワンちゃん、ワンちゃん？ワンちゃんどうしたの？あれ、ワンちゃん消えた？あれ、ワンちゃん？ワンちゃんどっか行っちゃった。あ。ここか。かわいい。切り抜ける。妹を助けるためには KK、 あんたの力が必要だ。あ、やべ、奥のあれちょっと助けてなかったな。ちょっとあれだけ撮るか。ちょっとムービーで知った。ムービーもこういうのちゃんとあれなんだね、反映されるんだね。助けて助けてないって。まあちょっと一人ずつ浄化していくか。しょうがないかな。あっちにもあるの。サイン、コサインって言ったらいい。タンジェント。めっちゃこっち来てる。めっちゃバリバリ。危ない。一寸の狂いもなくこっち来た。先を急がないと。一旦ハイドします。これはここ登れるのか。正面からは戦えないな。
戦う気ないから大丈夫だよ。隠れちまえばこっちのもん、距離を取ればこっちのもんや。このまま行っちゃうか。あれやった、ここまでクリア。開けて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 バカ。あ、落っこちた。まあいいや。もう、え、あ、落ちそうか。ダメだ。霧だ。霧ちゃん。ちょっと、収まれちゃった。あ、待って。あ、ちょっとジャンプちゃんとできない、ジャンプが。あ、やべ、そっち落ちちゃダメ。ダメだな。こっちから行くか。いや、でもこれでも、いける？あ、いけないわ。あ、うん、なんか変なとこ落っこっちゃったもん。こっち。絶妙にさ、絶妙に外側出ちゃったからもう。よいしょ。またこっから登って。くっそー、あの野郎。とっとと扉開けてくれよ。1匹ずつ即上するかも。くそ即上また落っこっちゃった。こっち落っこっちゃうとね、戻れないんだよな。もうなんで後ろ向いたの？なんで後ろ向いたの？なんで後ろ向いたの？君。なんで今の、なんで今ので後ろ向いたの？君。ほんま変なタイミングでもう、ちょっと時間かかったやんけ。そんなすぐに見つかるの？遅えんだよ、ノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。は？あいつ生きてるのか。いや死んでまで世話焼きとはな。家族だろう。あんた助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろう一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。ラミシアと
お前の連れか。ずっとあのちびっこはなんかのんきだな。遊んでやる。あ、でも一番かっこいい飯買ってる。うお、敵が多いって。気にぶっ飛ばしてる。え、お前何すんねん。一匹逃げた。すげえ、こんな技あるんだ。すごい力だ。俺たちが共鳴すればこれぐらいできるってことだ。あーすげえ、ワイヤードインだって。最大値の時にすごい必殺技ね、必殺技。これでいい。器は満ちつつある。マリガー取っておけよ。これお父さんとお母さんの。うん、結婚記念日にあげたやつ。ありがとう。大事にするね。私の役に立て。お兄ちゃん。なんだ。始めやがったな。マリ、時間がない、急ぐぞ。ああ、大鉄都市。ゲオはあの偽物の体どこ行ったんだろう。ああ、第三章だ。エンでいいのかな、これ。ああ、ここで雲の糸がプレイ可能になるんだ。まあ、ただ、さすがにちょっと厳しいんだよ、このレベルじゃ。北東の方だな。まずはここを浄化して霧を消すぞ。はいよ。まあなんかいろいろさっきムービーを黙って見てたんですけど、このアキト君は妹ちゃんに親の結婚指輪をあげたんだ。結婚指輪だったのか、あれピアスだったのかあんまよく分からなかったんだよね。結婚指輪か、さすがに。あの女の人仲間なんだよね。リンコのことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか？よし。まあ、といった形で、いや、めっちゃ、いろんなとこにいるんだ。とりあえず、光の柱に向かうんだけど。これはまた、ドエリエことが起きようとしておりますわね。
よいしょ。あともう一箇所どっかにいたよね。やっぱあれなんだ。いやさっきの状況札をな無駄遣いしなければな。あ、いけたいけた。何これ。あ、おしるこかーい。とりあえずこれゲットして、一応視界の柱の方寄りますか。あー、サブクエもあるね。うわ、でっか。サブクエもちょっと気になるな。まあいいや、といった形で、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ちょっとね、投稿がだいぶ間が空いてしまって申し訳ないです。まあちょっと引き続きやっていこうと思います。ということで、お疲れ様でした。